どうも、なおちんです。さあ、今日も夜回り3やっていきたいと思います。よろしくお願いします。次はね、学校の、トイレ、花子さんを探しに行かなきゃいけないみたいです。2階の奥って言ってたな。なんか聞こえる。泣いてるね。泣いとるよ。トイレ来た。開けろってことか。なんもない。いや、なんもないよ。ライトが消えちゃった。あ、ライトをつけるのね。どうした？なんかすごい血がついてる。おお、遊ぼう。いや、友達になっちゃダメって言ってたな。遊ぼう。嫌です。遊ぼう。いや、嫌です。おお、びっくりした。いや、びっくりどころじゃないでしょ。あれ、いつの間にか何かが落ちてる。図書室の鍵だ。あ、で、例のごとくまたノートの切れ端が落ちてる。あそこで遊ぶって言ったら殺されてたんだね。6つ目の噂は図書室の呪いの本について。本を手に取っちゃうとお化けに好かれるんだって。知らない本には触らない方がいいよ。僕、七不思議の話は飽きてきたよ。そろそろ他の話をしない？あ、図書室あった。図書室の鍵はあった。呪いの本。あ、本が落ちてる。床に本が落ちてる。交換日記に書いてあった呪いの本かもしれない。注意して見ていこうかな。あ、いや、いっぱい落ちてる。一回触ってみる？わあ、ちょっと待って、これ。え？おお。あ、消えた。触ったらお化けが出てくるのか。あ、この本何かが挟まってる。鍵見て、あ、生徒会室の鍵拾った。あ、またノートの切れ端が落ちてる。これで7枚目じゃないかな。読んでみよう。七不思議の最後の噂、もう聞きたくない。クラスのみんなが信じてくれなくて確認してこいよって言うんだ。だったら一緒に7つ目の噂を確認しようよ。北校舎2階の一番端の教室でこっくりさんをするんだ。本当に？本当にやるの？大丈夫だよ。それより夜の学校で遊ぶのきっと楽しいよ。わかった、じゃあ肝試しに行こう。なんか嫌な音するなぁ。ちょっと待て待て、なんかもう嫌な音する。なに？日記3を拾った。
突然学校に来なくなった男の子について書いてある。何なんだろう。別に何もなかったかな。よし。あ、これ。あの地図で血まみれになってた教室のところか。おー、勝手に開く自動ドアだ。今度はノート本体が落ちてる。読んでみよう。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい、なんだこれ。ごめんなさい、お帰りください、お帰りください。遊ぼうって約束したのに、せっかく会えたのに、つまんないの。ねえ。今読んでるそこの君、今度は君が一緒に遊ぼうよか。赤で書いちゃダメだ、それは。おい！おーいって。ああ、ちょっと、スタミナゲージが足らない。いや、大丈夫。いける。ちょっと。逃げ込もう、逃げ込もう。ああ、あ、消えた。こっくりさんがあるね。あー、最初に落ちてたあの五円玉か。あれでやれってことか。ひらがなが並んだ紙が置いてある。五円玉を使ってこっくりさんをする。もうするっきゃないんでしょうよ。こっくりさん、こっくりさん。あ、動かせないな、何も。あ、そう、遊ぼうか。遊ぼう。なんか出てきたぞ。どうしろっていうの、逃げるとこない。消えた。おーい、なん、死んだ。なんとかしろってこと？いや、難しいって。おー、ぶね。よし。いけたいけた。あー、な、手が出てくる、手が出てくる。よし。今チャンス、チャンス、チャンス。よし。あ、すげえ。で、次は何？ピアノ。あっ！あっ！もう！どうすりゃいいの？ちょっと待て。スタミナゲージが全然足らん。どこ？正解はこれか？あ、来た来た。で、おい、何これ？あ、花子さん、花子さん、ちょっと待って。もう本当に怖い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 。ちょっと待って。いやいやいや、目閉じても意味ない意味ない意味ない。あー、どうしようもない。これどうしようもない。どうするんだろうこれ。とにかく逃げろっていうことなんだろうね。
ったあったあった、まあ、とにかく避けながらこの机を取れっていうことが、おここ難しすぎる。次何？一度お家へ帰ろう。セーブ。来た。終わった。はい。ということで、小学校編、なんとかクリアしました。最後難しかったな。はい。ということで、またやっていきますので、チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。